仕事が終わりまして、今日はちょっと丸の内周辺に来てたんですけども、無事に仕事が終わりました。今日は長い一日、今日は写真関係の仕事だったんですけど、無事に終わりました。いやちょっとオフィス街にいるんで、お店が何もやってないっていうね。素直に帰りましょう。いやーてか人っ子一人いないそう、めちゃめちゃオフィス街なんでね、人がいないっていう。いや私の仕事の1年で最大の山が終わりますね。いや皆さんもお疲れ様でした。さあちょっと場所は変わって吉祥寺に来たんですけど、吉祥寺のコピスという施設の中にあるカプセルトイショップ、規模が倍になってますね。ショップの規模がすごい。こっちも全部ガチャ。いやこれは嬉しいな。そこら中ガチャガチャ。装飾されてるじゃん。こんなんだったっけ、うちら。違う、僕らあのお金ないんでこれできないです無課金なんで。分割されてんのこれ。あ、違うか。いやフォールガイズ、フォールガイズガチャ引きますか。我々ちょこっとだけやってましたからね。そう、ガチ勢なんで。ガチ嘘つけ。ガチ勢これ使ってました。そうだね、僕らこのソーセージみたいなやつ使ってたでもこれもめっちゃ綺麗だな。この色好きだな。あ、俺も色で言ったらこれかこれですね。オレンジか。あ、オレンジいいじゃん。そう、オレンジ狙いですね。だから2人ともシンプル狙いっていうことだよね。シンプルで王冠が欲しいな、卵じゃなくて。王冠、当たり付きだと王冠入ってるね。だね。いきまーす。え、逆ですね。壊さないでもらっていい。逆なんですよ。せーの、じゃん。お、なんか微妙な装飾がされてる。なんかやり始めて3ヶ月ぐらいのやっと課金できましたね。ちょっと課金したやつだ。いやでも嫌いじゃないけどね。面白い。結構クオリティ高いよこれ、うん、俺は嫌いではない。これだね。そうだね、パイナップルってなるとさ、次これ来るんじゃないの。鳥さんきついの。あ、なんかね、歯医者でもらう消しゴム。開くんだっけそれ。ゴムではないよね。でも開く。こうやってうん、組み替えができるんですね。あ、ん、当たり来たんじゃないですか、もしかして。これあれじゃない、みんな入ってんじゃないの、そもそも。え、でもどうやって出すの。うん、わかんない。あそこ外すんだよ。ああ、王冠入ってんじゃん。え、当たり？でもさ、よう考えてみ、うん、かぶせれねえんだよ、こいつ。確かに王冠つけれないじゃん。王冠なんかチョコエッグみたいになってるね。でも多分王冠全部には入ってないでしょ。各ラインナップには王冠バージョンが。そうだね。かぶせらんないじゃん、王冠。あ、かぶせれたなるほどね。では、いきます。せーの。フランキー出た、フランキー。何これ、あ、これ？そう。なんか、ごちゃごちゃして。剥がれんみたいなやつ。うわ、もうこれ違うゲームじゃん、だってもうこれ。課金勢だね、完全に。いや、まさかの、ちょっと一番の外れ、まあ、当たりっぽいけどね。好きな人には、フォールガイズガチな人たちには当たりなんでしょ、これ。一番あのなんか造形すごいけどね。そうです。あれどこ行ったマジで。え、ちょっと僕がなくしたみたいになってる。いやいや違うから。ちょっとこれだけになっちゃった。えどこ行った。もう取れないところにいました。マジで最悪。本当に本当にもう奥の方にあった。本当にフォールがいい。これだけになっちゃった。ちょっと最悪や。いいよ、試合始まりそうです。いいね、試合始まりそうだ。やば、ガチでフォールガイズ。もう
さあというわけでお疲れ様です、バナナです。今回はガチャガチャガチャ Vlog でございますと言っても今冒頭の前半の Vlog をね見ていただいたとは思いますが、まあちょっとねちょっと事件が起きまして、本当はもう一個ガチャガチャプレイしたものがあって、まあ、フォールガイズというゲームのガチャを回したんですけども、残念ながらちょっとご紹介できる形にはならなくなってしまったので、自分の部屋からは一つ開封させていただきます。はい、 いや本当に本当にあんなやらかし本当に初めてですよ。もうなんか持ち上げて遊んでたらポロって取れて、奈落の底へとフォールガイズしてしまったんで、まあちょっと泣く泣く諦めちゃいましたけども、まあ、でももう一個ね今回ガチャ回してて、これはねちょっとねレトロ寄りかな、うん、内容としては。じゃあいきましょう。こちらはですね、これじゃわかんないよね、これだけじゃわかんないと思うんですけど、こちら今回のガチャガチャはこれですよ。これ気になってたガチャ、裁縫セットミニチュア、あの頃の裁縫セット、これめちゃくちゃエモくないですか。まあ僕は男の子デザインだったんでね、このドラゴンとかすげえ覚えてて、ちなみに僕はソニックザ・ヘッジホッグ、ソニックのデザインの裁縫箱、青いやつを使ってました。でちょっとねこの高いんですよ、ドラゴン系。このドラゴンとかは値段高いんですよ、ソニックとかより。でこっちのこの白いやつは女の子が使ってた印象ですね。うん、まあ、男の子で使ってる子もいたけど、このボブドッグとか女の子は使ってたかな。このねこれとかめっちゃありましたよね、この謎の。なんだっけこれ、記憶に、なんか記憶が鮮明なのはどっちかというとこの裁縫セットの方ですけど、このハイビスカスとか、これピコですよね多分ね、これ元ネタあのね僕が中学の時このピコっていうこの同じデザインのね T シャツとかめちゃくちゃ流行ってたんですよ。ギャップとピコ、もうその2択でしたね、みんなね。ジーンズメイトとかで中学生の時は服を買ってましたねまあそんなことはさておき、ちょっと早速ね今回当たったのが多分これボブドッグの裁縫セットかな。まあよ、まあ嬉しいですね、よかったよかった。こっちがやっぱ欲しかったんでこれは嬉しい。でこちらはもうね完全にステッカーで自分でデザイン作るタイプです。やばい、激アツ、これはやばいね。いやーエモーショナルだな。でこれね開けてちゃんと開け方もリアルな裁縫セットと一緒でね、で開けたところにこのステッカーですね、これもステッカーで再現するんですけど、まあ、欲を言えばミニチュア入ってて欲しかったけども、まあ、それはケンエレファントさんのお仕事とかなんで、こんな感じになると。じゃんいいっすね。これで、ここを閉じるみたいな感じですよね。あ、いいっすね。めっちゃエモい。これやばいね。ちょっともう一回開けてみましょうか。開けると、こんな感じ。もうこれ覚えてないですけどね、これ多分当時のままのイラストだと思うんですけど、この待ち針のね刺す山は覚えてます。このふわふわのふかふかしたね待ち針刺すやつと、布切りバサミね、布切りバサミとチャコールペンシルだっけ。うわ、それぐらいしかちょっと覚え出せないな。実際手縫いしたりミシン使って縫ったりするんですよね。いやー懐かしいなー、これはエモーショナルな。まあ、ドラゴン持ってる友達はなんかお金持ちだったからなんかちょっとそんな気がしてました。これはホフドッグね、これはボブドッグ持ってる人も確かにいましたね。いやーいいね、ちょっとハイビスカスのピコのやつも欲しいなー。いやほんとねいいっすよね、ブラックドラゴンですよ皆さんこれ
あ、これ何、デザイン版権元が監修してるんだ。まあそりゃそうだわ、もうだって本当に当時の感じだもんこれ。いやいいね、こういうちょっとレトロ系なガチャちょっと僕は弱いかもしれないですいいね、300円なんで皆さんもちょっと解雇モードになりたい方はおすすめです。というわけで今回はガチャガチャ Vlog ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこういった可愛いものというか、まあ、ガチャガチャだったりアートトイだったりソフビとかもいろいろ、まあ日々僕が可愛いものを見つけ次第更新していくライフスタイル Vlog です。まあ、もし動画の感じまったりした感じ気に入ってもらえたらまた遊びに来てください。はい、というわけで今回はガチャガチャ Vlog バーナードがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。さよなら。